北のロッキーチャンネル。おはようございます。すごいね、縁起がいいなこれ。前のハスラーか、まあ松田だけどナンバー8888だな。手合わせたか。はい、というわけで年明け前に友達をね実家に送ってったのよ。でその友達が実家でまあ比較的くつろいだんで、迎えに行って、でそれでまあ今家に帰るとこなんだけど、なんか北のロッキーチャンネル年末からさ年始にかけて動画アップしてねえじゃん別に。なんかこれといった動画、なんか新年明けましておめでとうございますとかさ、例えばそれ今年もありがとうございましたとかさ、なんかさそういうみんなやってる動画なんていらんでしょ別にね。だってさそれが例えば宝くじが当たったとかね、 70m のうぐい釣ったとかそういうんだったら動画出すけどさ、そんなうんこしててもね年なんか明けるんだからさ、もうそんなの別に出さなくてもええやん、別に出さなくてもええやん別に。他の人がねやってるようなことをね俺はやらんからもうえて、ね、だから別になんか今年の抱負はなんちゃらとかそういう動画も一切興味ないから俺あげないけど、だからね今日はね家帰ったら前ほら宇宙一空気抵抗が少ない仕掛けねってハリセン出し方ってやったんだけど、で今度それちょっと前のやつは太陽系1にして、で今度は銀河系1空気抵抗が少ないハリセン出し方っていうね風にちょっと改めたいのよ。でその動画をねちょっと撮ろうかなと思って。いやでもさまあちょっとさっきね今年もありがとうございましたとかって動画そんなもん出さねえよって言ったけど、まあ一応振り返ってみるか。令和4年、令和4年はねまあもう仕事が忙しくてすんごいありがたいんだけど、幌別のね買った神社がすげえって動画出したと思うんだけど、そこの熊手のねおかげなのかわかんないけど、もうどえらいぐらいもうお仕事をいただいて、すごいね経済的にもねすごいありがたい1年だったんだよね。でそれもあってついにはいけなかったんだけど、そんなに石狩の兆候を入れても10回行ってないかな多分。行ってないんだけど、2ヶ月に1ヶ月に1回は行ってねえな、 1.5 ヶ月に1回ぐらいかな。まあ行った感じなんだけどさ。でねまたいろんな視聴者さんとの出会いもありさ、なんかねそういった面では結構こう充実した1年だったよ。であと今年なんだけど、今年の話もするわしねえって言ったけど、日常の中でいいでしょ。この間昨日か1月1日のライブでね俺の子供みたいな感じに思ってる釣りバカ剛がね、いやロッキーに今年何期待するっつったら、もう石狩とかでなんか普通に釣りしてる動画日常でもいいから石狩でいっぱい釣りしてほしいっていうのがさ、だからね週に1回は俺石狩で釣りするって約束をしたのね。だから俺もそれいいしさ全然やりたいし、だからちょっと石狩でね週1で釣りするからね。でもやっぱりさ釣りするにはやっぱりさ餌代とかそういうのがさかかるから、それをなんとかどっかでねザーいやー、生ラ楽しかった。いや、皆さん、まあ、パチンコ、パチスロをね、知らない、健全な人は、スルーしてもらいたいんだけど、なんかビカビカってなったじゃん。あれね、32,768分の1の、とんでもない当たりなのよ。で、それを、投資3枚で引いたの、俺。だから今日は、まあ、1000円なんだけど、厳密に言えば3枚だから、まあ、20スローだから、投資60円だよ、俺。いやー、生らかったな、今日は。いや、勝った。で、これ、まあ、これね、俺が愛すべき神話グループの、このハッピーくんの、もうちょっと名前なんとかなんねえのかって感じなんだけど、ハッピーくんのこれ、ね、ティッシュいただいて、これをもう部屋に飾っとくから。で、なんだけど、こっからが皆さん、ちょっと事件が起きて、俺ね、今日投資が、まあ、1000円よ、だから。一回貸し出しをしてくから。だから、生産機ってところに、カード持ってったら、9,000円お釣り出てくんのよ。で、出てきました。って時に、その生産機の上に、1枚カードあったのよ。で、そのカードを、その生産機に入れてみたの、俺。そしたら、それ出玉が入ってるカードなのよ。だから、誰かが忘れたもんなのよ。でね、そういうのをね、ちょろまかして、まあ、要は盗むや窃盗するやついるのよ。所詮クズな遊びだから、パチンコパチスロって。なんだけど、俺ね、それだけは絶対しないんですよ、俺。もう痩せても枯れても、俺人の金には絶対手つけねえからさ、俺。だからそれカウンターに持ってってさ、これ出玉入ってるやつ、これ、届けますっつって。で、それで、俺、正直者でしょって。俺、普通だったらこんなの、一緒にしてるよって。一緒に関係してるよって言ったの。たら、褒められた。嬉しかったです。何円分入ってたかわかんないけどね。いや、一応調べれたんだけど、それ。まあ、そんなやらしいこと、それ持ってる間にさ、お前盗んだべって言われたら嫌だからさ。あれだけど、わかんないよ。もしかしたら、10万円分ぐらい入ってたかもしんないよ。ねえ、500円かもしんないし、それわかんないけど。いや、もう困ってる人絶対ね、うわー、どうしようって思ってるやつ絶対いるんだよ、今。今まだパーラ閉まってないんだけど。そういう人を想像したらかわいそうじゃん。ねえ。皆さん、間が差した時にでも、人の金には絶対に手つけちゃあかんよ、本当に。絶対あかん。北のロッキーからの教訓でした。勝った日はやっぱり、あそこだよね。あんなたなーなどわーやってねえ、これ。いや、ほっともっとやってねえんだな。いや、あれなのかな。まあ、これがやっぱ普通なんだな。だって今全国的にまだ 1月2日だもんね。1年が始まって2日目でしょ。これまたパーラーに戻ってきたべ、これ。ちなみに俺が毎回言ってるホットモットなんだけど、ホットモット構成点って言って、北24条の東1か2のとこなんだわ。だからね、週に何回かはね、俺あそこにいるから。出待ちしててください。で、この麻布さ、麻布の方行ったら、吉野家があるから、ちょっと吉野家にワンチャンスかけて、行くわ。いや、てか、このクラブイーグル全然行ってねえな。なんか女の子しかね、店員がいない、あれなんだけどさ、別に、出玉に関係ねえじゃん、別に。でもね、やっぱさ、男ってバカだから、その女の子のね匂いにさ釣られちゃうんだよね。でも俺はね、男ってそれでいいと思うの。俺ゲイの人はね、同性愛者の人は男ね、女の人だったら男、レズビアンの人だったら女、もうそれでいいと思う。俺もうね、本能の赴くままにね、俺は生きればいいと思う。まあ今はちょっと俺はね、女好きだからさ、ちょっとそれで話するけど、もういいと思うよ俺。なんかそれをなんかなんかダメみたいなさ感じになんか風潮があるじゃん。別にええやん、そんなの。何言ってんのって。だって世の中そうじゃなかったら反映してないんだよって、多田さんがいつか言ったでしょって。人間の三大欲ってね、食欲、睡眠欲、そして繁栄欲って言ったんだよねえ、そう最後のね、その男だって俺だったらね、いやーもう美女があって女たまらんって、まあ、最近実は俺女の足好きなんだけどね、いや足たまらんたまらんって。でそれが繁栄欲だから、それがないと世界は回らないからね。地球は回るって歌あるじゃん。繁栄しないからさ。だから俺は全国的に行って女が大好きですというわけで、吉野家がやってるかな、やってるよこれ。もうやってねえわけねえんだよやってねえこれ。どうすればいいや俺、晩飯これいやもうどうすんのよこれ。もうね、パーラーでいっぱい出してさ、でさね、出玉が入ってるねカードを届けてさってやってんのに、この仕打ち何よってこれ。あ、ピザーラの、いやでも俺あんまりデリバリーピザってなんか頼むのちょっとなんか俺そこまで勇気ねえんだよな。勇気ないのそれ実は。なんかオシャンティーなさなんかイメージあるじゃん。だからねちょっと俺の性に合わないかな。いやでもすごいピザ好きなんだよ。だからちょっとこれ見てる人覚えといて、ね、もしかしたらだけどね、今全国的に吹雪いてるけどさ、もしかしたらいや私ロッキーさんのこと好きっていう人いるかもしんねえじゃん。超絶変わり者の女、その女の人に俺言っとくわ。ピザ持ってきてロッキーカフェに、そしたらもしかしたら北のロッキーを落とせるかもしれない。俺ね美女とねピザ食うのが夢なんだよ実は。マジでこれほんと割とマジでピザ食いたい、美女と。であと美女と本当になんかなんだささやかな夢なんだけど、カラオケしたいかな。でカラオケするね、俺が歌う、美女が頬をあからめる、そして俺が美女の肩に手を回す、いや腰に手を回すね、手を回しちゃってなんかしてね。でその後はどうなるのかな。いやーそれはちょっとね。あ、ちなみにちょっと一つ面白い話、俺の友達の妹が高校生の時にカラオケの店内で彼氏と盆踊りしたんだって。そしたらプルルルってなって、頼んでもいないんだけどクリームソーダ頼まれましたっけって来たらしいです。はい、バレたらしいです。もうやっぱもう信念はもうこのマックスバリューのこの便所の水だよこれ。あーうめえ。あー焼きうどんもいいよねこれね。これちなみに納豆買ったからです。これ納豆なっこ近畿こうて、いやこれなんかかわいそうな顔になったよこれ。なんかこう血湧き肉踊るなんか食材にいいかなこれな。何あれかババガレー売ってんのかもしかして。マグロか。なんか魚食いてえな。フグ刺し。いやでも違うな。てかさウニこれ一盛りさ3プッシュで買えるんだな。死亡遊戯だ本当に。肉肉食いてえな。うわこんなのさ店で見たら高えと思うじゃん。だけどさこんなのもう何プッシュしてんの。あっこてっちゃんみたいな。あうまそう。なんか肉買ってっか今日。あちょっと待ってよ俺美女からもらったジンギスカンあるんだ。今日それ食べようかな。あでも冷凍してあるからなちょっと解凍できねえもんな。そしたらちょっと今日のところはまあなんか適当考えるわ。そろ正月のも打楽流れてるってよ。うわ俺が何買ったか後で教えます温泉最高。皆さんさ今令和5年になって2023年になって今年もなんかいいことあるかな。あると思う俺は。神とか天使とか悪魔とかなんかそういう存在ってさ精霊とかね俺は信じててなんだけどマックスバリューで買ってきたのがこれ。あいい女から手を開けちゃったしたっけ。きーたのロック